はい、どうもメンヘラおじさんです。夜中にですね、焼きそばを焼きながら、まあいろいろだらだら喋ろうかなと思ってます。まあいろいろ動画上げてるんですけど、やっぱり料理やってほしいという方が、いつもコメントいただくので、まあやるんですけれども、ちょっと料理強化月間ということで、料理をあんまりしてなかったおじさんがですね、料理をやることによって腕は上がっていってるような気はするんですけども、どうもレパートリーがね、なかなかこう、思いつかないというか、どういう材料を買っていこうかな、まあ、特に仕事がある日とかは、まあ、結構難しいですね。あんまりこうレパートリーがなかったんで、もともとなので、なんかこういうの作ってほしいとか、まあ、メヘロバさんとかは、こう、いろんな丼を作ってほしいっていう話はあったので、じゃあ、他人丼作ったから親子丼作ろうかな、カツ丼作ろうかなとか、いろいろあるんですけども、なんだろう。なんかこう、やっぱり、こう、映えるというか、手抜きクッキングで映えるものっていうのが、なかなか思いつかなくて、結構こう今は苦労してるっていう感じですかね。あとはまあ、登録者が700人超えたり超えなかったりみたいな感じなんで、これがほんまに当たってるのかどうかもようわからんというところ、そこの2つですかね。確実に料理した方がいいのは分かってるんですけど、昨日の晩もちょっと疲れてしまって、なんか料理できなかったんで、まあ、料理をするっていうのが一つのなんかそのメンタル的なパラメーターにもなるんかなとか思いながら、料理できるときはまあ少しマシでっていうような感じで思ったらいいのかなとか思ったりしてます。で、まあ夜中に料理するのはね、多分これ睡眠障害ですね。早朝覚醒であるとか、まあ、そういうメンタル的なものもあるんで、そこはまあなんとか折り合いつけながらですね、やっていければなと思ってます。そんな感じですね。で、今日は株が1000ドル下がってるんですよね、金曜日。じゃなんかアメリカの方がなので、あまり良くない出だしなんですけども、まあ、おじさん的にちょっと金がないんで株売らないといけないなと思ってる中で、まあどういう風に立ち回ろうかなというところでございます。あとはまあ友達が今週言うたらこっちの方に引っ越してくるんで、まあどっかのタイミングでお茶でもしようかなぐらいで思ってます。自分のそのやっぱり見知ったメンツがですね、こっち側に来るっていうか、近所に来るっていうのはすごい嬉しいことで、まあ僕自身が寂しがり屋なんで、そういう意味でもですね、ありがたいなと思っているところでございます。はい、そうっすね。とは、まあ、交通費がね、10月の給料で入るのかな。なので、それまで、まあ、きちんとした定期収入はあるんですけども、まあ、手取り15万なんで、で、そのうちの借金8万ぐらい返さないといけないんで、かなり厳しいかなというところですね。まあ、この1年はまあそんな感じですかね。で、この1年が終わったら、一応債務整理、1100万分の債務整理が全部終わるんで、まあ、なんとかやっていけるかなというところなんですけど、まあこの1年をどう乗り越えるかですよね。っていうのがまあ頭から離れなかったりするので、なんとか起死回生の一撃をですね、株で食らわせることができればそれでいいんですけども、まあ、なかなか難しいなというところでございます。たらればはいろいろあるんですけどね。なんだろう、何の話をしてほしいか。インボイス制度の話とかですかね。副収入300万以下でもなんかこう、税金払ってくれとか、いうような話をしてほしいとか、まあそんなのはでも、おじさんにしなくても、なんかもっと専門家がするだろうとか思いながら、はい。
難しいですよね。まあ、だからおじさん結構広く浅くやってるんで、なんだろうな、熱っ。ちょっと肉足らないと思ったんで、唐揚げ、よいしょ。今まで買ってきました。で、よいしょ。そうなんですよね。何の話をすればいいか。難しい。動画も今1100本ぐらい上がってるんで、だからまあ、ニュース的なものをやっぱりやっていくと、なんですか、かぶりも少ないし、いいのかなというふうに思うんですけどもね。はい、というところで、できました。こんな感じですかね。はい。というところで、朝一動画作ってました。あ、動画じゃない、焼きそば作ってました。はい、以上です。